同窓会主催デントン80歳の祝会。メリー・フローレンス・デントンは、アメリカ合衆国出身の女性宣教師、教育者、日本赤十字社就寝会員、同志社社友、評議員、同志社女子部の母と呼ばれた、ネバダ州スノーポイント生まれ、オークランドのボストンカレジェートスクール卒業、カリフォルニア州パサデナで小学校教師を務めていた、時、 休暇で一時期米中の同志社教師合同から、同志社と新島町の話を聞き、家族や友人らの反対を押し切って1888年10月に来日する。以後半世紀以上もの長きにわたって、同志社女学校の発展に尽くし、1929年に定年を迎えた後も帰国せず、太平洋戦争中も特攻警察の監視下に置かれながら、 日本滞在を許された。1947年12月24日に肺炎のため死去。墓は小国寺町独院墓地にある。デントンは自らの心情と哲学を表す言葉として次のような言葉を残した。同志者女学校内に設けられたデントンハウスはホワイトハウスを除いて最も興味深いパーラーと呼ばれ、ウォーナーやジョセフ・グルーなど 内外の品格を迎えて日米交流の舞台となったが1960年に解体された。その備品の一部は同志社女子大学資料センターに保管されている。ありがとうございます。